マツダビアンテ、ビアンテ、ビアンテは、マツダが製造、販売していたミニバン型の8人乗りの乗用車である。製造は、宇治ナ第一工場、U1 が担当。かつて販売されていた、ワンボックス型のボンゴフレンデが2005年をもって販売終了し、マツダのワンボックス型ミニバンは一時期ラインナップから消えていたが、そのまも、日産、セレナやトヨタボクシー、ノア、 ホンダステップワゴンなどといった他車道カテゴリーがファミリーを中心に人気を博していた。そこで松田はその人気に追従すべく同社のプレマシーをベースに新しいミニバンを開発した。それがこのビアンテである。通常、このクラスは基本的に5ナンバーとなる全幅 1700mm 以内のパターンがほとんどである中、プレマシーをベースにしたビアンテはそうした制約に 囚われることなく全幅を1クラス上のミニバンに迫る 1770mm とした。結果、メーカー自身が最高空間と歌うほど 2000cc クラストップの室内空間、容量を確保している。デビュー当初は、とこのビアンテのみが5ナンバーではなく3ナンバーとなっていた。本社種の開発においてはプロトタイプを一切作らずに開発する手法が用いられた。これは、 内外装デザインと車子設計の連携を高め、設計変更を極力抑えるとともに、デジタルモデルによる各種シミュレーションの精度を高めることで実現したものである。この採用により、開発期間の大幅な短縮と開発コストの削減並びに、車両の低価格化を実現することができた。通常、設計最終段階でプロトタイプを作るのは、自動車業界においては、 一般的なのだが、プロトタイプなしで量産に移行するのは、極めて稀なケースである。特筆点は、背の低い乗用車用アーキテクチャーで、背の高いミニバンの設計を成立させていることである。プレマシー・アクセラを含めたフォードグループで共通使用されている、BK プラットフォームは、背の高いミニバンでの使用を想定しておらず、そのため背を高くして、床板を上に上げた分だけ。 ペダル位置を上に上げる設計変更ができなかった。そこで大幅な設計変更をせずに背の高いミニバンを成立させるアイデアが駆使されている。歌舞伎の熊取りを意識したというフロント周りはかなり鋭く A ピラーからブラックアウトを施しサイドウィンドウやリアウィンドウまで回り込みまるでフロントライトがボディを回り込んだようデザインで構成されている。同時に 松田車の特徴とも言える逆ペンタゴングリルを通常より低い位置に配置。また、ガラス面積を大きく取ると同時に、大型の三角窓も採用し、視認性にも配慮している。これは、背の低い乗用車のままの着座位置と、ある程度高いボンネット位置との段差を埋めるためのアイデアである。インテリアは、広さだけではなく、扱いやすさにもこだわった。 その一つとして、シートは後方へ行くに従って、ヒップポイントが高くなるようにレイアウトされている。結果、どのシートに座っても、開放的な前方視界が得られるようになっているが、これも、車体後方の燃料タンクの高さまで床板を持ち上げられない、不利な設計を逆手に取ったものである。また、シートアレンジについても足元の広々とした、リビングモード、 二列目シートを左右に分割するウォークスルーモード、そして荷物を満載に積み込むことができるラゲッジモード用途に応じたシートアレンジが可能である。二列目シートはベンチにもキャプテンにもなるものである。これは左右に分かれたキャプテンシートを中央に寄せることで3人掛けを可能にしているため狭く中央に座る人のためのヘッドレスとは備わらずシートベルトも 中央のみ二転式となる。インパネは、マツダ社初となる、トップマウントワイドメーターを採用し、開放感と視認性を両立した。また、挟み込み防止機構付きの電動両側スライドドア、タッチセンサー付きは、クラストップレベルの 780mm の開口幅を誇る。エンジンは販売開始当初、LFVD 型2 0 0 0 c c d o h c 自 c FF 及び 4WD と L3V 型 2300ccDOHC MZR FF のみを搭載し、トランスミッションは FF 車には5速 AT、2300cc はマニュアルモード付きを 4WD 車には4速 AT を採用していた。その後、2.0LFF 車は幾度の変更が行われ、2009年6月の一部改良でアイストップ。 アイドリングスト機構搭載車は同じ自主エンジンながら LFVDS 型に置換となり2013年5月のマイナーチェンジでエンジンは PVPS 型 2000ccDOHC スカイアクティブ G2.02 トランスミッションはスカイアクティブドライブの搭載により6速 AT に多段化されたボディカラーは販売開始当初 23S 専用カラーの シリオレンジマイカを含む7色を設定していたが、2009年6月の一部改良で、専用カラーが廃止されてからは6色となっている。また、すべてのグレードで、アドバンストキーレスエントリースタートシステムやマズダ G ブック、アルファ対応の HDD ナビゲーションシステムが選択できた。国産のミニバンとしては珍しく、サンルーフの設定が一切なかった。 発売以後、大半のワンボックス型乗用車ベースミニバンの例に、漏れず、長らく、日本国内専売車だったが、2012年より、インドネシア向けに、正規輸出が開始された。さらに、2013年より、香港、マカオ向け正規輸出が始まった。ビアンテとは、周囲を取り巻く、環境を意味する英語の、 アンビエントからの造語で、乗る人みんなの生活環境の一部となり、楽しく快適な暮らし作りに貢献するという意味である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。